ミュージックデー、トゥモローエックストゥギャザー、山下智久との共演に喜び、実物はよりはるかにイケメン。5人組グループトゥモローエックストゥギャザーが、6日放送の日本テレビ系夏の音楽特番、ザ・ミュージックデー202453-0010コロン54千葉幕張メッセに出演。コメントが到着した。写真、スタート聖夜ナンバーアンダーラインアイ。 ミセス、HYBE セーラ、出演アーティスト第1弾。トゥモロー X トゥギャザーは、体育が、時間が経ってお互いに変わっても、永遠の約束は忘れない、というメッセージが込められています。と語る、一つの誓い、w e l l Never Change を披露。スービンは、今回、日本オリジナル曲カムバックして、これから音楽番組やコンサートで素敵な姿、 かっこいい姿をお見せしたいと思いますので、関心を持っていただけたら嬉しいです。僕たち一生懸命頑張りますので、見守っていてください、と呼びかけた。タイヒュンは、パーフェクトストーム、フィートドットタイヒュンオブトゥモローエックストゥギャザーで共演した山下智久について、初めて実際にお会いしたら実物は、よりはるかにイケメンでした、と驚いたそう。いるじゃんも、 山下さんが出演されている作品をすごく楽しく拝見していたので、ご挨拶させていただいたのがとても嬉しかったです。と喜びを伝えた。また、ヒューエニン会は、渡辺翔太、スノーマンとユリの楽曲、ベテルギウスを披露する。僕の好きな曲なので、こういった機会をいただいて、頑張って準備をしました。渡辺翔太さんと一緒にコラボステージができて光栄です。 とコメントした。同番組は、桜井翔が12年連続で総合司会を務め、MC を羽鳥慎一アナウンサー、バカリズム、三浦麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を一切れなアナウンサーが担当する。総勢60組を超えるアーティストが出演し、今年のテーマはサプライズとなっている。